もこんにちは、ジンです。今回はね、コンオフの補強情報とか、まあ今出ているね、情報についていろいろ語っていこうかなと思います。はい、というわけで、まあね、現在のね、楽天イーグルスの情報をね、最新情報をまあね、お届けしていこうかなと思います。楽天イーグルスの現在の人事や、FA 外国人情報などを解説していこうと思うんで、よかったら最後までご覧ください。でまあ、楽天の今出ている、まあ情報としては、まあ、1つ目が、まあ、酒井田中和樹の FA 組が、まあ、FA 行使せず残留というところで、2番目が、ポンセターリーがね、対談で、フランコは話し合いによって、まあ、残留かどうか決まるというようなところですね。で、3つ目が、台湾の大物高校生シャオチー獲得かってことでね、まあ、台湾の大物高校生をなんかどうやら楽天が獲得したらしいみたいな情報がもう出てるとったような情報ですってね。で現在出ている情報の、まあ、まず1つ目、FA 組の残留で、まあ、酒井と田中和樹がね残留するってことで、まあね、そんな報道が出ておりました。まあね、酒井はね公私検討っていうね情報も出てたんで、とりあえず一安心かなと思います。去年残留の茂木の動向がちょっと気になるのかなってところはあるんですが、まあ茂木確か複数年結んでないんで、まあ、全然 FA する可能性はねあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、とりあえず酒井と田中和樹は残留ってことで一安心ですね。まあ、なんかその河北新報になんかちょろっと出てたんですけど、あのもう今江監督続投だったら FA するみたいな選手がいたみたいな、そんなこと言ってる選手も結構いるみたいなことが河北新報に書かれてたんで、もしかしたらなんか今年の FA 組とかそんな感じだったりするのかなとか思わなくもないですね。で続いて、ポンセターリーの、外国人組がもう対談と、防御率とかももう7点台8点台とかそんくらいでしたんで、まあ、妥当かなと思います。はい。で外国人選手は、まあ、フランコが交渉ってことで、まあ、ちょっとフランコもね普通に考えたら成績的に言えば自由契約なんですけども、まあ、フランコ以上連れてこれない可能性があるのか、もしくはなんかフランコをサブにしてなんかメインの外国人連れてくるのか分かんないけど、まあ、そこら辺をなんか交渉してうまいことまとめるみたいな感じらしいですね。はい。で、これは結構注目の情報なんですが、楽天が台湾の司法をね獲得の噂ってことでね、楽天がこう U18 台湾代表の、シャオチーで合ってるよね、これ多分読み方、シャオチー選手を獲得っていうね報道が出てて、これ まだ確定、まあ、プレスリリースされてないんで確定じゃないんですが、台湾の197センチマックス152キロ、U18 代表でね、まあ、ドジャースかどっかがね狙ってたんですけれども、楽天が獲得したみたいな感じで、契約金だけで65万ドル以上なんで、まあ、かなりの大物かなというふうに思います。で台湾で197センチの選手とかってもうなかなかいないからね。で、まあ、これはね獲得できたらねかなり面白いんじゃないかなと、まあ、思いますね。はい。でドラフト情報なんですが、まあ、ドラフト情報なんか主 なんかこうまともな情報は、ね、全然出てないです。あの僕がねこう1位誰なのかってのも、まあ、毎年結構当ててはいるんですが、もう現在は完全にもう読めないですかね。はい。現在出てる情報全くなしで、まあ、去年石井和久、ね、さんがね結構仕切ってはいましたが、まあ、全然あのね今年石井和久がねドラフト仕切るのかどうかも分かんないし、まあね小深田指名の時に三木監督だったから、三木監督だから足キャラ指名みたいな可能性もありますが、まあ、それも分かんないと、そうなってくるとまあね宗山よりは浦田なのかなって思わなくもないですが、まあ、そこら辺も不明と。投手は欲しいが、まあ、去年は近年ね投手に偏り気味なことを考えると、まあ、ちょっとね今まで指名した投手を、まあ、粘り強く育てて、でまあなんかね上位は野手でいくとかそういう可能性もあるんで、この辺はね現在ちょっともうちょっと情報がね出るの待つ感じかなって感じになります。はい。というわけで以上になります。よかったらねこの動画が参考になったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは。